はい、おはようございます。速稼塾のコブです。今回ですね、核シェルターの需要急増中ということでね、ニュースが入ってますんで、これについて紹介したいと思います。核シェルターを販売している会社は日本には何社かあるんですけども、その中でもね、確かね、シェルターっていう会社が、まあ、私が知ってる核シェルターの会社であるんですよね。確かシェルターって会社だと思います。その会社はまさにね、事務所が核シェルターにあるんですよ。地下に掘ったその一室が事務所になってるんですよね。まあ今まで注文ってのはほとんどゼロ状態だったんですけども、今年に入って注文が 5,60 件入り始めたよっていう風に知ることができました。まあ昨今のね、世界情勢を見ても、いや、ひょっとしたらね、うちには核シェルターつけられるんじゃないかな、つけた方がいいのかなっていう風に考える方は多いと思うんですよ。で、この記事で出てるのは、一家で3基購入して自分の家のね、土地とかにそれを工事して埋めたみたいなこともあるんでしょうね。いや、しかしね、気持ちはわかるんですけども、核シェルターっていう概念に対して、まあ日本では、まあ、普及率はほとんどゼロ。でも西側諸国では結構ね、普及率高いんですよ。 100% に近いところもあったりするんですよね。まあしかしですね、この核シェルターの概念で大きく違うのは、個人の家につけるのが核シェルターと思ってるのか、それとも地下鉄やショッピングセンターや工場の地下を街の人が使えるような、いわゆる共有財産としてのシェルターとしてるかってことなんですよね。まあですんで、有事の際には、まあ街中の人が近隣のシェルターに避難みたいな、その、まあ、大東亜戦争の頃のね、防空壕みたいな、日本の。あんな形でやってるんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、都市建設の段階から、もう完全に地下にね、まあいろんな埋め込みをしてるっていうことだと思うんですよ。まあそういった社会保障費の一部が、核シェルターに使われているということを考えると、うん、やっぱり私たちのね、こう国の体制、行政のあり方っていうのもだいぶ違うんだなと思わざるを得ません。で、仮にですね、ここの記事にあるように、我が家に核シェルターつけましたって言っても、これはいや本当に気休めになっちゃうんじゃないかなと私は思うんですよ。というのがね、地上が焼け野原になって、万が一自分の家だけでも核シェルターで生き残ったとしても、そのシェルターのね、上に瓦礫が乗っかって出れないとかね、そもそも自分だけ生き残っても地上に出て何するんだろうって感じですよね。当然スーパーやコンビニ行っても食品は並んでませんし、水道やガス、電気ってのは核シェルターで自家発電できるもの以外はもうないわけじゃないですか。で、そして当然ラジオやテレビも放送してないでしょうし、インターネット基地局とか携帯電話の基地局も破壊されてるわけですから、通信手段全くないわけですよ。逆に生き残ったことによって、ものすごく孤独と絶望と不安を感じて、しかも救助なんて来ないわけですよね。どうなっちゃうんだろうって気がしますよね。まあだから核シェルターをつけるのが良くないっていうわけではないんですよ。核シェルターをつけることを考えるんだったら、個人のお宅じゃなくって、もっと広いね、野球場の地下とかね、ショッピングセンターの地下とか、うん、公民館の地下とか、あんな感じで大規模に作っていくっていう話にした方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、ここにちょっと書いてますけども、シェルターは米国製でキューバ危機でも使われたと。広さは 2.6 坪。あ、結構狭いですね。うん。なんか閉所恐怖症で怖いですね。うん。2.6 坪って言ったらお風呂みたいなもんじゃないですか。あ、深さ約5メートル。折りたたみ式の2段ベッド2台と地下収納も備え付けてあると。放射性物質などを除去できる空気、ろ過器や手回し発電機もあり、ここで2週間は過ごせると。2週間過ごしてその後どうするんだって話ですよね。誰もいない自分だけが生き残った地上に出て何をするんだろうかってことになりますよね。それこそもう絶望的なこの我が町我が国を見て、明るい気持ちとか希望を持つってことにはならないと思うんですよ。うん、なんとも言えないですよね。だから本当にやるんだったら、一斉にそれこそね、右へ習いでこういったものをやらなければ全く意味がないんじゃないかなと思います。うん、カイジっていう漫画に出てくるね、帝愛グループの帝愛社長、兵頭会長っていうのは、地下に大規模帝国を作ってね、漫画の一時の時にも自分たちは生き残れるように、で、しかもあれでしょ、地下に落ちてチンチロやってるカイジみたいな、班長みたいな人たちも労働者として確保してるわけじゃないですか。あのぐらいじゃないともうダメなんじゃないかなと思っちゃいますよね。でもその頃には逆に地下に落とされた、借金抱えたね、債務者が兵頭会長に感謝するかもしれないですね。会長の下で奴隷労働したおかげで僕たち生き残りましたってからね、チンチロして喜んでるかもしれないですね。
いやー、何が幸いするか分かんないもんです。じゃあ本日は以上でございます。